ハーバート・リード、サー・ハーバート・エドワード・リード、サー・ヘルベルト・エドワード・リード、1893年12月4日から1968年6月12日は、イギリス・ヨークシャー生まれの詩人、文芸批評家、美術批評家、ロマン主義の作風で知られる。第一次世界大戦に従軍した後は、美術評論家としても活動する。また1953年には、 イギリスの文学への貢献からナイト尺を授与されている。リードはハーバード大学ザ・ノートンプロフェッサーとなった1953年から1954年。晩年には米国ワイズリアン大学の高等研究センターの教授を務めた1964年から1965年。80冊余りの著作があるものの、 日本では美学を論じた著作が主に翻訳されていることから、詩人よりは美術評論家としての肩書きが有名。もちろん詩集や政治に関する著作ものもある。イングランド、ノースヨークシャー州のショト市、カービームアサイドに生まれる。リーズ大学に進学するが、第一次世界大戦勃発により、学業を中断した。フランス戦線に派遣され、十字勲章と、 主君賞を授与された。戦時中にフランクラターと共に雑誌、芸術と文学を創刊。この雑誌は文芸誌の中で最も早い時期に T.S. エリオットの作品を掲載したものの一つである。リードの第一詩集である混沌の歌は1915年に自費出版された。さらに1919 19年に刊行された第二詩集、裸の戦士では、 第一次世界大戦の最前線で彼自身が経験した戦闘の模様を扱っている。彼の作品にはイマジズムの影響が見られ、主に自由詞の形式をとっている。1946年には彼の詩作品全集も出版された。1966年に改訂版。文芸批評家としては主にイギリスロマン主義詩人を扱っている。例えば1953年の 本物の感情の声、イギリスロマン主義史研究等。小説家としては、グリーンチャイルドを出版した。また、クリテリオンに定期寄稿し、1922年から1939年、リスナーでも長年にわたって芸術批評の論人を張った。とはいえ美術批評家としてのリードの方が知名度は高い。彼は、ポール・ナッシュ、ベン・ニコルソン、ヘンリー・ムーア、 バーバラ・ヘップワースといった現代イギリスの芸術家たちを高く評し、ナッシュラによる現代芸術グループユニット1にも参加している。また、エディンバラ大学で美術の教授を務めた1931年から1933年、流行発信源として注目を集めたバーリントンマガジンの編集に携わった1933年から1938年、ほか、 1936年に開催されたロンドン国際シュールレアリズム展の企画者に名を連ね、同年にアンドレ・ブルトン、ヒューサイクス・デイビス、ポール・エリュ・アール、ジョルジュ・ユニーラの寄稿を得て、カタログ、シュールレアリズムの観光も行っている。またテート・ギャラリーの理事や、ビクトリアアルバート美術館の館長も務めた、1922年から1939年。 さらに1947年には、ローランド・ペン・ローズラと共同で現代美術会館の設立にも関わった。リードは1953年に、当時の首相ウィンストン・チャーチルの推薦で、文学への貢献を理由として、ナイトの称号を得た。しかし政治的には彼は、静寂主義の流れを組むアナキストを認じていた。リードの政治的著作と芸術、 文化に関する著作等を分けることは難しい。これは人間意識の表現として芸術、文化と政治には変わるところがないと彼が考えていたためである。リードは1941年刊行の文化なんてクソくらいで文化という言葉に軽蔑を表明し芸術家を職人と考えるアナキスト的見解を展開している。この本では書体デザイナーで アーツクラフツ運動にも参加したエリック・ジルの作品にも分析が加えられている。哲学的にはリードは、シェリング、フィヒテ、サミュエル・テイラー・コールリッチなどに代表される大陸哲学の観念論的伝統に親しく、人間精神に経験される現実というものは、外的で客観的なことというよりも、人間精神の産物といった方が良いと考えていた。言い換えると、 精神は目を通じて知覚した対象を記録するカメラのようなものではない。むしろ精神は自らの現実を投影するプロジェクターのようなものである。マルクス主義の前世紀にあってリードの芸術理論に力強さを与えているのはこういう非マルクス主義的な哲学的土台である。芸術の目的とは我々にとっての現実の意味を作り出すことである。つまり芸術とは 多くのマルクス主義者が考えているのと違って単なるブルドア社会の産物ではない。芸術とは意識の展開と同時的に発展していく心理学的過程なのである。従ってマイナス1930年代にリードがアンソニー・ブラントというマルクス主義の批評家と論争する時に多様した言い方をすれ芸術は生物学的現象でもある。この点でリードは ドイツの芸術心理学の発展から影響を受けている。とはいえリードは精神分析学にも興味を抱いており、さらにユング心理学に傾倒した。実際、リードは英語圏で最も早い時期に精神分析学を芸術批評、文芸批評の道具として用いた人物なのである。おそらくリードはイギリスの著作家の中で最も早い時期に フランスの実存主義者の著作に関心を持った。早くも1949年に彼はサルトルに関心を抱いている。リード自身が実存主義者を名乗ったことは一度もないが、実存主義者たちから理論的に多くを学んだことは認めている。1968年の死後はリードは急速に忘れ去られた。これはおそらくマルクス主義を含めて芸術の社会理論が、 アカデミズムに広まったためと思われる。それでもリードの著作は読まれ続けており、1990年代に入ると、1993年にリーズ市立アートギャラリーで彼の回顧展が開かれたのをきっかけに、再び注目を集めている。著作の再刊も現れ始め、2004年6月にはデートブリテンでハーバートリードについてのカンファレンスが開かれた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。